世界の皆さんごきげんよう。ハイパーこけしクリエイターの林でございます。今日はですね、石巻こけしを納品してみた動画をお送りしたいと思います。納品する先は石巻元気市場さんです。石巻元気市場さんは令和2年12月6日日曜日から8日火曜日まで、新型コロナウイルス感染症の影響でお休み、臨時休業されていましたが、本日9日水曜日からいよいよ営業再開ということで、早速こちらの石巻こけし、フィッシュボーダーとか、見えますでしょうか、猫かぶりをですね、納品に行ってみたいと思います。はい、というわけでですね、石巻元気市場さんに納品にやってまいりました。はい、それでは早速石巻こけしを納品書と一緒に納品したいと思います。米澤マネージャー、お願いします。はい、ありがとうございます。確かに、受け取りました、ありがとうございます。石巻元気市場さん、どうですかね、今日の様子は。そうですね、6日から、はい、お店の方を、新型コロナの、当初の関係者1名に、陽性者が出たということで、すぐに休業して、その後、館内消毒、専門業者に、お願いして、やっております。で、昨日の時点で、従業員の健康チェック、全て OK ということで、はい、お店の方今日オープンさせていただきました。はい、ありがとうございます。で、今日はお客さんも結構来ていただいてて、今見えますね。はい、ありがたいなと思ってますんで、はい、ぜひ我々徹底して消毒等を行いますんで、はい、皆さん元気市場にお越しください。よろしくお願いします。はい、感染症対策バッチリ行っておりますので、皆さん安心してお買い物来てください。お待ちしております。米澤マネージャー、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。